テレビアニメ時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさんウェブラジオ、時々ボソッとロシア語でラジる隣のアーリャさんロシラジ、テレビアニメ放送開始直前スペシャル。はい、というわけで久世正親役天崎浩平です。アリサ・ミハイロブナ九条役上坂すみれです。この番組はテレビアニメ時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさんのウェブラジオ、うん、今回はいよいよ本日23時30分より放送配信開始となるテレビアニメ時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさんの放送開始直前スペシャルとして、ロシデレに関わる方々からお預かりしたメッセージをファンの皆様へお届けする、いつもとは違うスペシャルな内容でお送りします。はい、ロシデレの放送開始をみんなでお祝いしちゃいましょう。イエイイエイイエイ、始まっちゃいますね。始まりますね、大丈夫ですか。始まっちゃう、始まっちゃいますよ。もうどうすんだ急に。いやいや、もうあともう座して待つしかないですよ。そうですね、でも我々も先行上映会もね体験しましたから、もうね、1話はもう本当にドンと構えて、余裕の笑みです。何の心配もしてません、みんな見てねっていう感じです。そうですよ、まあみんな見ない選択肢あります、逆に。ないよね。いや、ないっていう話でございますけども、はいはい、なんと放送開始に向けて、まあ、テンションが爆上がりしている我々でございますけども、7月1日から、新宿駅周辺でロシデレの広告が展開されるなど、各所でロシデレが盛り上がっているタイミングだそうです。なんか他にも渋谷とか秋葉とか大阪でもなんか展開されてるみたいで嬉しいですね。日本中がやっぱ秋葉にこう自分の作品がなんか掲示されてるっていう事実、やばエモいですよね。エモすぎる。ほんとオタクやっててよかったわ、声優やっててよかったわごめんなさい、ごめんなさい、あの、ま、気持ちはわかるんですけど、そうそうですね、今日は声優としてやりましょう、そうですね。僕も今もう秋葉の話からまたちょっと平成に戻りかけてるんですけどそうなんですよ。一回今日はね、今日はさすがにあのちょっとね、いつもロシラジっていうのは、ちょっとね、あの平成オタクの残留思念がそうですね、めちゃくちゃ集まってる場所なんですけど、今日は皆様からのありがたいメッセージをそうなんでございます、いっぱいお預かりしてるんで、はい、ちょっと皆さんにこれをね、あの、まあ、聞いていただきたいというか、そうしましょう、はい、お届けする役割がありますからね。はい、では早速お預かりしているメッセージを私たちが代読させていただきたいと思います、まず初めはこの方、監督シリーズ構成の伊藤亮太監督からお預かりしたメッセージです。333先生の原作の魅力を損なわず、21分という限られた時間の中で魅力的な映像としてどう構成するか注力し、またキャラの性格、そこから来る表情や振る舞いも魅力的になるにはどうすればいいかを考えて作りました。作画、仕上げ、撮影、背景、音響、制作や制作のスタッフ、キャスト、皆真摯に作品が良くなるように頑張ってくださいました。どうかお楽しみに。はい、というメッセージでございます。やっぱりこう監督がいなければ生まれないんですから。そうなんだよ、感謝感謝でございます。監督また人柄もね、素敵な方で、もなんかこう、穏やかでね、多分監督って想像を絶する大変な仕事だと思うんですよ、間違いない。本当だってこうね、アフレコが始まるまでの、どんだけ長い道のりがあるかっていうのを、こう、それこそね、あの我々は打ち上げとかでは初めてそんな大変な工程があって聞くわけですけれども、でもなんか伊藤監督はすごいほんわかしてるじゃないですか、包み込んでくださるような優しさがありますね。ねえ、だからいつもこう、なんか我々のこうアフレコも優しく見守ってくださって、本当に僕も忘れもしない、1話のアフレコの後に、あの監督から、あのいけると思いますって言ってくださって、まさちかいいと思いますって言ってくださったのも、あれをもう心に頑張りました。いや最高、ありがとうございます。監督が認めてくれたらもう生きるしかない、そう、そんなに自信になることありませんから。本当ですよ、私もなんか、この打ち入りみたいな時にこう、なんか上坂さんってすごくなんか根がアーリャ似てますねみたいに言われて、めっちゃ嬉しかったんですよ、あ、似てるとこあるんだみたいなちょっと
キョドキョドしちゃったんですけど、なんかでもなんかこうだから大丈夫だと思いますみたいな、うん、すごいこう私たちを信頼してくれているのがすごく伝わってきますし、そうですね、はい、それが作品に現れてると思います、うん、本当ですよ皆さん、ね、ありがとう、はい、ぜひねアニメ楽しみにしてください。監督ありがとうございました、はい、続いてはこの方、キャラクターデザイン総作画監督の室田雄平さんからお預かりしたメッセージです。アニメのキャラクターデザインとして桃子さんの絵柄の魅力を損なうことなく、なおかつアニメとして動いた時に線や影の情報量がノイズとならないようなバランスを心がけたつもりです。本編はラブコメの癒しもありつつ、しっかり面白いドラマが控えているので楽しんでいただけると幸いです。よろしくお願いしますといただいております。うん、これね、また作画は本当にこの、まあ、ロシデレのこのテレビアニメ化を語るにおいて、うん、まあ、一つこう絶対に忘れちゃいけない、そうですよ、素晴らしい要素の一つでございますけども、誰が桃子先生の絵をアニメにしようって言ったのって、ね、無理だもん。なんか普通だったらもうできない、そう、もう心が折れて、私には無理だって、私には無理だなってしまうところを、うん、そう、本当にもうこの室田さんのおかげで映像化、うん、そう、もうこの、うん、またこうなんか本当原作のこのね、うん、桃子先生の損なうことなくっていうところがすごく伝わってくるじゃないですか、うんうん、結構その桃子さんのイラストがとっても繊細で、うん、なんかこうまつげ一本もそうだし、その線がとてもこう繊細に丁寧に描かれている、その繊細さを、うん、もう完全に再現されているっていうのが本当に、しかもなんかその絶妙なんですよね、テレビアニメとして見た時に、うん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 、動く絵として見た時に、うん、その要素は残ってるけど、はい、ちゃんとヌルヌル動いてるというか、だからそこがこう、うん、線影の情報量がノイズにならないようなバランスっていうのがすごいな、もう気づかないところまで完璧に計算されている、本当にいろんなスタッフさんが可憐なキャラクターを表現されています。ありがとうございます。では続いてこの方、美術監督の若林理沙さんからお預かりしたメッセージです。ロシデレはキャラクターの色彩がとても綺麗で透明感がありますので、背景に関しても爽やかな雰囲気が出るよう綺麗な色使いを心がけて制作しました。また今作品は本編はもちろん、オープニングエンディングの画面作りにとても力が入っており、特にエンディングは毎話数曲が変わるのに合わせて映像も毎回違う雰囲気のものとなっております。ぜひオープニングエンディングにも注目して見ていただきたいです。はい、オープニングエンディング、実はまだイベントでも披露されてないので、誰も見てない、そう、これねよくやりましたよ。これは本当にもう初めて見た時めちゃくちゃテンション上がりましたね。なんかもう、うん、泣けちゃうもの、うん、わかるわかるわかる。だからあれ皆さんと見れてよかったなと思ったんですよ。あれ、うん、家で一人で見てたら僕多分ちょっと耐えられなかったから、確かにもう確かにうってなってたから、みんなごめんね、もし家で一人でこれから見るっていう人は あの大丈夫、俺らを見てるから大丈夫だよ、あの、うん、一緒に泣こうね、そう、全国でね、そう、みんなで見てますから、みんなで泣こうな本当にすごいし、ね、オープニングのもうね、うん、ね、あのもう何かはお楽しみにしてほしいんですけど、ね、もうさらにエンディングもね毎回変わるなんてさ、絵が変わるって話こんな大々的にちゃんとお話ってしましたっけ。してないかも。曲が変わることは結構、うん、あのお話してましたけど、はい、エンディング映像変わるみたいですよ前は。いや、こんなリッチなことある、本当ですよ、いいんですよもう同じのでって、本当です。でも実際ね、うん、上坂さんは、はい、まあ、アーレとしてというか、はい、CV 上坂すみれとして、はい、オープニングエンディングも歌われてるわけじゃないですか。そうですね、どうです、いやもう誇らしいですよ、うん、アーレがオープニングもエンディングも全力で頑張って、多分アーレだったらもう何百曲あろうとも歌ってみせる、うん、って言うから、うん、もう私はアーレについていくだけだって思って、うわ、もう本当にですね、まあ、もう上坂の肉体的にはもうかなり頑張りましたけど、うん、こうアーレがはつらつといろんな表情で歌ってるところをですね皆さんにこうねお見せできたら、うん、そしてこの
こうそれが素晴らしい画面とマッチングしていれば最高だなと思います、ねうん、お楽しみに。はい、続いてはこの方、色彩設計の伊藤由香さんからお預かりしたメッセージです。原作の可愛いキャラクターたちの雰囲気を大事にして色を作らせていただきました。ストーリーに集中できる没入感を大切にしたく、見ている人が綺麗に見える色を目指しました。可愛い服装なども出てきますし、出れるアーリャさんが可愛すぎてニマニマしてしまう素敵な作品になっていると思います。皆様楽しみにしていてください。はい、ということでやっぱり色彩、うん、いや色使いちょっと今回ロシデレかなり美しい、こだわられたものになってるなっていうのは、はい、おそらくまあ PV とか見ていらっしゃる方々、はい、皆さん気づいていらっしゃると思うんですけど、色綺麗ですよね。本当に綺麗なんですよ。あんな綺麗な教室あるかって、ね、なんかちょっともうみずみずしいですもんね、本当、うん、もうなんだろう、うん、でも嘘じゃない教室なんですよ。わかる。あの微妙にちょっと影になってて、うん、そこにこう塵が舞う雰囲気とか、そこに、うん、日が差し込んでいる時の、うん、絶妙なあの色のコントラストみたいなものが、そうそう、本当にそこの空気を作ってる感じがしますよね。このそしてこうね、うん、なんか目の輝きとか、うん、もう美しい坊主とか美しい坊主ね、坊主の色味設計とかもあるわけですから。そうだよな、坊主の最適解の色っていうのも、うん、考えたでしょうし、あとねお洋服の、どんだけ坊主って言うんですかお洋服の色とかさうんうん、そうね、こうアーリャさんたちはみんなね私服が可愛いよ。可愛いよ。そうそうなのよ。そうなの。見てほしい。みんなも可愛いとか見てほしい。うん、そうなので本当にですね、皆さんのこう制服以外のお洋服も、はい、もうぜひお見逃しなくだぞっていう、はい、お願いいたします、はい、では続いてはこの方、撮影監督の杉浦誠一さんからお預かりしたメッセージです。撮影という少々分かりにくい工程ですが、感情に合わせた空気感を作っています。感動、嬉しさなどに合わせた美しい場面だけでなく、時には不安や怒りなど登場人物たちの感情を画面から伝わるように意識しておりますので、ロシデレの世界に入り込んでいただけますと幸いです。はい、撮影監督のちゃんでございます、ね、なんかイベントの時に、うん、天崎さんが、はいはいはい、このカメラワークがすごいっていうのをめっちゃ力説してたのが、はい、もうまさにこの撮影、うん、いやそうなんですよ、はい、なんだろうな、俺たちが見たいものを見せてくれるさ、見ればわかるんだけど本当にね、うん、なるほどっていう、大事ですよね、そのなんだろう、あの共有できてることってお互いがお互いその見たいものとか見せたいものもそうだし、なんかそういうものをちゃんと共有できる、でそれがちゃんと伝わる、ちゃんとその意図が伝わるようにその落とし込めてるというか、この今作品としていいよね、共有できてることに今鍵カッコついてたもんね。してますよ、共有できてること、うん、これ大事。僕これステージだったら歩いてますからね今。そうですね、うん、いかに大事かスピーチしてますからね今。スピーチしてます本当にこう、本当、ね、絵のお芝居、うんうん、そうなんですよ。だから演者としては、うん、そのいわゆるその絵がこんだけ素晴らしく訴えかけてくれる、うん、あの情報量のしっかりある絵になってると、こっちのこの役者もなんかそのある意味試されるし、うん、でもある意味そこに寄り添えるというか、安心して任せられるっていう、うん、あの気持ちもあったりしますよね。確かにアフレコの段階だとこう、まあ、ある程度の、はい、あの完成の映像ではないじゃないですか、はい、でもなんかそこにこう信頼感があると、うん、なんかうまくその絵と音でそのなんだろうな、あの分量を分け合えるというか、そうですね、感情を伝えるためのこのなんかトゥーマッチな音を出さなくても、うんうん、絵がお芝居してくれてたよなっていう、そういうことでございます。繊細な作業ありがとうございます、ね、皆さんもそこ注目してください。続いてはこの方、テレビアニメ編集の木村かしこさんからお預かりしたメッセージです。キュンでもトゥンクでもなくニヤニヤ、話数が進むにつれ
上がっていく口角、ニヤニヤを必死に押し殺して作業しています。この思い伝わってほしい、いや伝わるはず。彼らのちょっとした行動や何気ない言葉や仕草に隠れている気持ち、表には出さないけどちょっとムズムズした関係性も表現できていれば嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。これ編集も素晴らしいっすよね。素晴らしいです。もうここのシーンをこのぐらいのこうテンポでやるんだっていうのはやっぱりね、いいシーンでもテンポ感がテレビって難しいと思うんですよね、ちょっと素人ですけども。このロシェルのなんかお話ってリズム感がなんかもう本当ライトノベルを読んでる気持ちと同じトーンで見れるみたいな、なんかそこにそこがないのもやっぱすごいなって思うし、なんか多分そこにちゃんと意思があるから、編集に意思があるから多分見ててなんか変じゃないんですよね。そう、なんかあこのシーン見たいよね、逆にこのシーンは説明っぽいからちょっとサクッといくねとか、あのそういうのが本当に編集に意思がある、いい言葉ですね。本当にだからなんかこう いわゆるそのどっかでバーンって落としてグンとくる、まあいわゆるドキとか、トゥンクとかっていうより通して気づいたらもうニヤニヤしてるんですよね。そうなんですよ、ずっと口角上がってるんですよね。もうずっとニヤニヤの布団に入ってる。うわー気持ちいい。気持ちいい。出たくない。本当にずっと入ってたいな。ニヤニヤの口角から出たくない。でもそれはもうね、この木村さんも思って作ってらっしゃったってことですね。ありがとうございます。はい、皆さんもニヤニヤしてみてください。はい、続いてはこの方、音響監督の高寺武さんからいただいたメッセージです。こだわったポイントを一つ挙げるとすれば、アーリャのロシア語が可愛く聞こえてほしいというところです。ロシア語で正しく聞こえやすい発音にするとややきつい怖い印象を受ける場合があり、ロシア語ネイティブであることと可愛く聞こえることのバランスをロシア語の先生や上坂さんとよく相談していました。はい、高寺さんからいただきました。ありがとうございます。もう高寺さんが ね、場を和ましてくれるから、本当に、最初からいい雰囲気で、なんか音響監督さんってまあ音周りを作られるお仕事でもありますし、まあ音周り我々の音声も音ですし、はい、そのいわゆるキャストとその制作の方々、まあ監督はじめ、方々とのなんか橋渡し役を、そうですね、やってくださる、お仕事でして、はい、まあそれも一つとしてやってらっしゃるお仕事なんですけども、本当に高寺さんは空気を良くしてくださる、なんかすごくいつもほからかで優しい方、もう私たちの担任みたいな。ああわかる、担任感ある、クラスの先生感ありますね。先生来たよって実際に結構休憩は言ってましたね。やるよーって先生来た、先生来たやってましたね。なんでね、ロシア語の、本当に、はい、あれの1話から、1話始まる前にこう、やっぱりこのロシア語って結構こうはっきり言うと強いじゃないですかって、そこをどうにか可愛くしたいんですよっていう話し合いをこうみんなでしまして、まあ、なのですごくですね、こうやっぱこだわりポイントとしてみんなにもこうロシア語の可愛さがですね伝わってほしいっていうのは我々の総意でございます。はい、はい、なので皆さん心して、はい、ニヤニヤしてください。お願いします、はい、続いてはこの方、音楽の堤博明さんからお預かりしたメッセージです。皆さんこんにちは、音楽を担当いたします堤博明です。ロシデレの音楽制作では魅力あふれるキャラクターたちや引き込まれるストーリーからたくさんのアイデアをもらいました。アーリャはピアノと木管楽器、マサチカはギターと弦楽器を使った曲など、それぞれの特徴を表現できるような音の組み合わせを探しながら楽しく制作をしました。可愛さだけにとどまらない青春ストーリーをどうぞお楽しみください。はい、いや音楽これと今流れてるやつも堤さんが作ってくれたのかな、なんかやっぱり、みたいですね、このアニメにおいて、そのいわゆる、まあ、劇版の音楽とか、その劇中で流れてる音楽ってなんかもう何十年以上経っ
っても、うん、なんか覚えてるもんじゃありません？そうなんですよ、うん、もうサントラ聞くと、うん、あのシーン蘇るみたいな。ありますよね。はい、なんかそういうものにきっとなるだろうなって思ってます。そう、うん、もうここであのシーンだっていうのが、ね、もうね、はい、しかもこれ各キャラクターに紐づいた楽曲があったりとか、ね、面白いですね。アーリアはピアノと木管楽器、マサチカはギターと弦楽器、ね、でも確かにそんなイメージ通りっていう感じで、確かに確かに、こうキャラクターによって使ってる音色がね、うん、違うということで、そこもぜひぜひね、もうね、他のキャラクターたちのね、モチーフも気になりますよね。気になります。楽しみにしててください。続いてはこの方、ロシア語監修のウジーニン・エフゲーニーさんからお預かりしたメッセージです。アニメ時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさんのロシア語監修を引き受けさせていただきありがとうございます。声優の皆さん、特に主役の上坂さんがロシア語セリフの発音を、特に日本語とロシア語がかなり違う点であるイントネーションを磨き、私の説明通りになるまで練習する努力がすごいと思います。ロシア語教師である自分にとっても貴重な経験であり、声優やスタッフの皆さんといろいろ楽しい話もできました。そして少しでも日本とロシアの文化交流に貢献ができてとても嬉しいです。はい、ウジーニン先生、ウジーニン先生いつもありがとうございます。ありがとうございます。お世話になりましたね。本当もうこのウジーニン先生は原作 TV の時からお世話になっておりまして、うん、この方もめちゃくちゃ優しいですよ。優しい。なんかロシデリに関わってらっしゃる方って、うん、皆さん温厚な、うん、なんか優しい方多いですね。そうなんです。なんか皆さんニヤニヤしてません？みんな桃子先生が書いたんかなみたいな。そういうこと？多分桃子先生が書いてるんですよ。高寺さんもウジーニさんも。そうだったんだ。監督もそうなんだ。そう、キャラデザーが多分室田さん、桃子タッチだから室田さんと室田さんで。そうそうなんだ。だから優しいんだよ。そう思っちゃうぐらいね、宇治理先生もすごい人柄のいい優しい方ですね。そうなんです。ん、本当にこう、はい、ね、なかなか出れる、そもそもロシア語にこのなんかない表現がいっぱいあるんですよ、はい、みたいな、はいはい、なんだっけ、こうドキドキとか、うん、あと懐かしいっていう表現もロシア語にはないですね、うん、みたいなことを言いながら、はい、だけど、うん、先生なりにこう翻訳をしてくださって、うん、言い換えるならみたいな、言い換えるならこうですねみたいな、うんうん、そう。でもこうね、かなり山場なシーンがロシア語いっぱいあるんで、ありますね。あの、私だけでなく、うん、みんなで頑張ったロシア語が出てきますので、本当にワンクール見逃すと悲しい、うん、見逃さないで、お願いします。お願い、ウジニ先生ありがとうございました。ありがとうございます。最後はこの方でございます。ロシデレ原作のサンサンサン先生からお預かりしたメッセージです。いよいよロシデレのアニメが始まりますね。ロシデレ、すなわちヒロインがロシア語で出れるということを核としているこの作品において、その特徴が最も映えるのがアニメという媒体なのだと思っております。普段マサチカだけが聞いているアーレのロシデレを同じように体感できるのはアニメだけです。その上で気づかないふりをせずにニヤニヤできるのは視聴者の特権です。さあ君もロシデレを視聴して思う存分ニヤニヤしようじゃないか。先生、ありがとうございます、確かにマサチカはいつもクッて我慢してるけど、俺たちはニヤニヤしていいんだね。しかもそれを共有していいんですよ。だって確かにハッシュタグつけていいんだ、ハッシュタグつけていいですよ。うわ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 、マサチカはつけれないからね。スクショも撮って、ほんとだ、何回も見れる。そうですよ。うわ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 、ごめんねマサチカ。確かにな。でもそれは確かにそのこのアニメとして放送されるからこその感情なのかもしれませんし、はい、またなんかこう原作のねサンサンサン先生がそういう風におっしゃってくれるのもすごく嬉しいですよね、うん、ね。いやもう、いや先生は、うん、先生ってなんかもうなんか友達みたいな気持ちになっちゃう。
サンサンサン先生、不思議なことに本当に、うん、先生もすごく優しい方ですよね。なんかみんなそうだな、本当に面白いで、結構そのアフレコにも、うん、あの参加してくださったりとか、リモートで参加してくださったりとか、うん、でこう打ち上げも ね行かせていただいて、いろんなお話しさせていただきましたし、だってさぞたくさん書き物あって、うん、そうですよ、今一番忙しいだろうに、超忙しいですからね。そうですよ、さ来てくださって、そう、しかもなんだったらロシラジも毎回聞いてくださって、感想をポストしてくださってるんですよ。本当に嬉しい限りでございます。もう本当こんなに、うん、やっぱ先生あってのロシデルですし、間違いない、もう本当に感謝しかないし、うん、はい、もうありがとうしかない。うん、うん、これまた先生と一緒に見たいな。あーいいな。なんかアニメ化してる映像を見てる、うん、サンサンサン先生の隣で一緒に見たい。そしたらみんなで泣ける、うん、みんなで涙を湧き合えるぞ。見たい、みんなで見たい、みんなで見ようよ、みんなで見たい、共有しようぜ。本当だよ、うん、なんかカラオケのパーティー部屋でも撮っとくから。その規模規模をそれで足りる。確かにもっと来るかな。いっぱい来てくださると思いますよ。確かに。でもなんかそれぐらいのちょっとこう、うん、あのなんか気持ちが近いような、うん、こうイベントもありっすね。確かに、うん、なんか同時視聴イベントはいい。え、いい、同時視聴イベントやりたいな。え、やりたいね。もうなんかもう次の日有給とか休み取っていただいて、みんな、うん、あの来てくれる人はそうしましょう、ね、夜な夜な語り尽くしましょう。いいみんなでスペースやろうぜ。100人でスペースやろうぜ。すげえ、もうめちゃくちゃでかいコンテンツ、楽しいスペースになりますね。バカデカスペース。楽しい、やりたい。いやでも我々もねすごく楽しみにしております。うん、もうこう視聴者の皆様、はい、これからね放送が始まる皆さん、もうワクワク止まんない状態だと思いますよ。最高の夏過ごそうよ。こんなんですよ、こんなね本当に素晴らしい制作の方々があって、うん、はい、ロシデレテレビアニメ化いたしました。本当にありがとうございます。うん、その熱い思いを、ね、うん、皆さんに分かっていただけたかなというふうに思います。はい、というわけでですね、うん、いよいよ本日23時30分より東京 MX、BS 日テレなど全国24局各配信サービスにてテレビアニメが放送&配信開始です。うん、放送時間などの詳細はアニメ公式ホームページをチェックしてください。はい、皆様視聴する準備を万全に整えて待機しましょう。はい、では最後にキャスト陣を代表してメッセージをお届けしたいと思います。じゃあまずは天崎から、はい、行かせていただきます。はい、そうですね、もういよいよです。もう皆さん、もう言ってたら始まりますから。そう、ね、もうそのなんかこう、うん、今から始めようとか、うん、いい、全然大丈夫、落ち着いて、うん、落ち着いてこ、うん、落ち着いてこ、みんな試合の前、うん、落ち着いてこ、全然大丈夫。今までロシラジもそうだし、そのまあまあ元々はね、その原作の小説からコミカライズもそうだし、いろんな媒体でロシデルを皆さん履修してくださってると思います。うん、だからもういつも通りのあなたでテレビの前でゆっくりリラックスして見ていただけたら、終わった頃にはありがとう、スパシーバ、そう皆さん言っていることでしょう。うん、はい、ということで、はい、僕も楽しみにしています。よろしくお願いします。ありがとうございました。では続いて、はい、私上坂から、いや本当に皆さんね待ちましたよね、ロシデレのアニメね。うん、私も待ってました。でも本当に待った甲斐のある、ありすぎるこうクオリティと言いますか、もうクオリティというのがおこがましいぐらいの、もうなん芸術、はい、芸術が今から始まるんですよ。はい、はい、もうなのでもうなるべく皆さんにはいい環境でこう見ていただきたいと思います。もうなのでもうね、こうなんかちょっとこう宿題終わってないとか歯磨いてないとか、もう急いで、もう急いでね、やること全部終わらして、もう何の気兼ねもなく、もうねあのなんかコンビニ行ってお菓子とか買ってきて、はい、うん、そう、そしてもうあとはもう最高のこうなんだろう、
ロシデリはラブコメでもあるし青春でもあるし、ちゃんとこうなんか成長物語でもあるんですね。いろんなこうなんかこう気持ちが味わえる作品なので、そしてなんとロシア語も楽しめる、しかも可愛いというお得すぎる、こうね、あの私服のワンクールあっという間だと思うんですけれども、一緒に楽しんでいきましょう。はい、ということでお届けしたのは久瀬正親役天崎浩平と有沙ミハイロヴァナ九条役上坂すみれでした。ウビンジムスヤー。